私のクラスの花沢くん、これ言ってたやつ。花ちゃん。花、おはよう。いつき、なんで昨日帰ったんだよ。花ちゃん、おはよう。いや、多分学校中の人気者。花沢いつき、今日もすご。おさない、おはよう。何してんの？あ、石原、おはよう。超人気 DK 見てた。ああ、花ちゃん、あいつさ、うさんくさくない？は？一日中いつもニコニコ、人当たり良すぎじゃない？そこが人気の理由じゃん。私この前見たんだよ。あいつ試験前にカフェで勉強しててさ。お前もしろよ。お待たせしました。申し訳ありません。急いで洗わないと落ちないかも。ああいいっすよ。成績も落ちなそうで縁起いいんで気にしないでください。って、は？めっちゃいい人じゃん。とっさにあんなフォロー、普通の高校生じゃないでしょ。はいはい。石原、おはよう。お、おはよう。あ、お、幼いさんもおはよう。はいはい。自分が目つき悪くてコミュ障だからって花ちゃん妬まないの。違うわい。てか幼いのリュックボロ。え、全然使えるけど。とにかく私はあいつが苦手なんだ。な、何を話せと。幼いってさ、俺のことを名字呼びだよね。よそよそしくない？え、もっと気軽に呼んでよ。みんないろいろ好きに呼んでんじゃん。いつきとかいっくんとか。俺的花ちゃんっての超気に入ってるけど。いら、花沢、こっちいいから黒板消してきて。ちぇ。な、あ、ごめん、彼女から電話だ。出ていい？彼女いるんだ。どうぞ。うん。もしもし、どうした？ふーん、このテンションに付き合える女子いるんだ。どんな子なんだろう。って、別にどうでもいいわ。ど、幼い。ん？俺、今振られた。え？